さて、サルヤさん、はい、まあ、本当にたくさんある中で、はい、私は今回はこちらの車に決めたいと思います、はい、アウトバック、はい、ということになるんですが、はい、サルヤさん、こちらのグレードはどういったグレードなんでしょうか。はい、はい、こちらグレードは 2.5i アイサイト S パッケージというグレードになります。 S パッケージっていうのはどんな特徴があるんですか。はい、ですね、通常のアウトバックだとこうアウトドア寄りのイメージなんですけど、はい、S パッケージになると S がスポーツの S なんですよね。ほう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 、ちょっとこうスポーツな仕様になったグレードになってます。なるほど。それでは場所を変えてサレさんと共に詳しく見てまいりたいと思います。続いては10号車気になる車です。今週はですね、アウトバック 2.5i アイサイト S パッケージを私セレクトさせていただきました。さあ、サレさんと共に詳しく見ていきたいと思うんですけれども、はい、まずはですね、はい、バンパーのところで、はい、見た目でも特徴があるんですね。そうですね、はい、通常のこの S パッケージじゃないアウトバックですと、はい、下 の, あのバンパーの部分が樹脂部品になるんですよ、はい、でこちらの S パッケージになるとボディ同色バンパーになりますので、うん、こうよりスポーティーにアウトバックが見えます。ほうほうほう。これボディカラーが例えば白だった場合に、はい、そのバンパーの部分は、はい、まあ、黒ですから違いがはっきりしてるんですけども、はい、まあ、今回はこのボディと同色のバンパーということになるわけですね。はい、はい、そしてアルミホイール、はい、こちらはどうなってるんでしょうか。はい、こちらがあの18インチ、アルミホイールになっています。ほうほう。デザインもすごくこう迫力のあるデザインで、うん、最近すごく流行ってるデザインですね。うん、で通常の、まあ、18インチよりもちょっと大きく見えるようなデザインになっています。ほう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 。何かこう鋭い線というかね、はい、そうですね、そんな感じもしますけれども、そのデザインによって、はい、少し大きく見せる、はい、こんな工夫も施されてるんですね。そうですね。そしてサラさん、少し遠目から見るとこのタイヤの内側 の, あの奥に黄色いものがついてるんですけれども、はい、これは何ですか。はい、こちらがS パッケージ専用装備のビルシュタイン製のダンパーというものになります。ビルシュタイン製のダンパー、はい、ダンパーっていうのはですね、はい、例えばこう路面のデコボコしたところをこう吸収したりだったりとか、はい、ほうほうほう、まあ、そういう役割のバネなんですけど、はい、このビルシュタイン製ダンパーというそのバネが少し硬くできてます。で、このバネが柔らかすぎるとこう曲がり角を曲がった時にこう車体が斜めになってロールがこう大きくなってしまうんですけど、はい、逆に硬すぎると路面のこうガタガタしたのを拾いすぎて乗り心地が悪くなってしまうんですけど、このビルシュタイン製ダンパーはその、まあ、ちょうどいいところを取ったすごく優れてるダンパーになります。ということはサレさん、この、車のこの操作性にも随分影響してくるような、はい、そうですね。あ、なるほどね。はい、そういったビルシュタイン製のダンパーも搭載されております。はい、さらに安全性能の意味では当然これはアイサイトもついてるんですね。はい、アイサイトもついています。はい、実は私もアイサイトがついている車に乗っているんですけど、はい、で結構冬場とか、新潟の方にスキーとかスノーボードに行くんですよね。はい、で行きは体は疲れてないので楽にこう行けるんですけど、例えば帰りですよね。帰りね、はい、1日こう滑ってぐったり疲れた体で帰ってくるときに、うん、この手元のボタンでピピッとこうアイサイトをセットして追従クルーズコントロールっていう機能があるんですけど、はい、それで帰ってくるとすごく体の負担も楽になりますし、すごく安全にも帰ってこられますよね。アイサイトバージョン2搭載ということで、今お話のあったその追従コントロールですけれども、はいはい、手元でできちゃう。そうですね。ほう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 。ハンドルの右手を置く部分にいくつかこうスイッチがあるんですけど、はい、ええ、あそこのスイッチを少しピピッと操作していただければすぐに追従クルーズコントロールで前の車にこうついていってくれるっていう機能が開始できます。それは楽ですね。はい、本当に楽ですね。長距離ドライブでもね、はい、安心してさらに気軽に乗ることができるということですね。はいはい、そして内部見ていきますと非常にこうスタイリッシュな内装だなという印象もありますけれども、はい、足元などに目を落としてもはい、これもちょっとインパクトありますね。そうですね。こちらがアルミパッド付きのスポーツペダルといって、はい、まあ、見た目にもすごくかっこいいですし、うん、滑り止めもついているので、うん、まあ、こうより操作性もよく
なっています。こういったところからもまさにこの S パッケージのこだわりの部分が、ね、はい、感じられるかと思います、はい、さらにはドライブという意味ではナビゲーションもついてるんですか。はい、はい、こちらカロッツェリアの HDD ナビが、装着されています。もちろんテレビ、はい、CD、はい、大丈夫ですね、はい、CD 録音も可能です、はい、操作性どうですか。はい、カロッツェリアのナビすごく操作も簡単ですし地図もこう詳しく表示されて見やすいですね。あとは案内とかもすごく分かりやすいので個人的にもすごくおすすめのナビです。さらに、はい、ETC も、はい、ついています。その、まあ、納車後すぐに ETC カードだけ入れていただければすぐ遠出ができたりとか、まあ、帰り道高速に乗って帰るなっていうことも可能ですね。もう本当にこの豪華な装備がたくさんつけられているという一台ですね。はい、そうですね、ここまで豪華装備のアウトバックはなかなか入庫しないので、早めにお問い合わせしてほしいですね。そうですね。では車の詳細を教えていただきたいと思います。はい、平成24年式で走行距離はおよそ32,000キロ、29年7月まで車検がついた1台です。では注目のお値段をお願いしましょう。はい、消費税込み22,500円です。なお諸費用リサイクル料は別途申し受けます。10号車24年式アウトバック 2.5i アイサーと S パッケージ AWD-CVT の1台、お値段は22,500円です。詳しくは 027-363-1300 カースポット高崎までお問い合わせください。